1977年、競輪選手の社会的地位を上げたいと考えていた日本の競輪界は、この年ベネズエラで行われた世界選手権に3人の競輪選手を送り込んだ。この大会に3連覇をかけていた王者ニコルソン。中野は準決勝でこの強敵と顔を合わせた。1対1で迎えた3本目。ニコルソンが中野の前に出てスパートをかける。コーチダッシュが出た。王者ニコルソンを破った中野は決勝も勝利し、金メダルを手に入れた。日本人選手の優勝は驚きとともに海外のマスコミに大きく取り上げられた。1980年、中野の4連覇がかかった世界選手権はフランスで行われた。ここで中野に勝たせるわけにはいかない。フランスは王国の威信をかけて一人の男を送り込んだ。ダニエル・モレロン。オリンピックのスプリント競技で輝かしい成績を上げたモレロンはフランスの国民的英雄だった。中野とモレロンは準決勝で対決した。事実上の決勝戦。スタジアムは最高の盛り上がりを見せた。1本目、モレロンはいつもの通り後方に位置取りし、スパートのタイミングを伺う。モレロンが仕掛けた。中野が対抗する。ゴール手前100メートルのところでモレロンがバンクを駆け上がった。ここからバンクの傾斜を使って加速し、一気に内側から抜き去る作戦だ。トップスピードに乗って並びかけるモレロン。しかし中野はモレロンの想定を超えていた。中野がさらに加速する。モレロンの前に出た。モレロンのスピードに高一ダッシュが勝った。中野はとても強かった。私の想像を超えていました。最後の50メートルをあんなスピードで走れる選手を私は見たことがありませんでした。2本目も中野は勝った。続く決勝も制し4連覇を達成。中野は自転車王国フランスで自分より速い男はいないことを証明した。ところがイギリスで行われた世界選手権に最強の敵が現れる。カナダのゴードン・シングルトン。勝つためには手段を選ばないと恐れられていた男、中野を倒すと公言していた。この時シングルトンはビッグスポンサーから中野に勝てば契約すると言われていた。両親はイギリス出身。スタジアムはシングルトン一色に染まった。二人の決勝での対決は今も語り継がれる死闘となった。1本目、
二人はほぼ同時にスパート。わずかに中野がリードして最後の直線へ。次の瞬間だった。実は最終コーナーでシングルトンは中野の死角に入っていた。中野がシングルトンの位置を確認したその直後、シングルトンの肩が中野の腰に接触。審議の結果、このレースは無効となった。しかし中野のダメージが大きい。仕切り直し。中野の意識は朦朧としていた。ラスト一周、シングルトンが中野を外に追いやった瞬間にスパート。中野の反応が遅れた。高一ダッシュが出ない。一本目はシングルトン。中野は戦意を失いかけていた。二本目、もう後がない。シングルトンがまたも中野を外へ追いやりスパート。しかし今度は離されない。中野のスピードが勝っている。ゴール直前、中野が並びかけたその時だった。シングルトンが転倒。2本目は中野が取った。中野はスタンドのブーイングにガッツポーズで応えた。シングルトン側が抗議。しかし接触の原因はシングルトンにあった。迫ってきた中野に体を寄せ、進路に肘を突き出したのだ。中野は止まらない。中野のスピードがシングルトンを弾き飛ばした。これで1対1。しかしこの転倒でシングルトンは鎖骨を骨折、3本目を棄権した。激闘を制した中野は6連覇を達成。中野の新記録がかかった1983年の世界選手権。決勝に勝ち上がってきたのは自転車王国フランスのヤーベ・カール。コーチは中野に敗れたあのモレロンだった。しかしこの年の中野の強さは際立っていた。モレロンの作戦は後ろにピタリとつけて中野を風よけに使い、体力が衰えるのを待って抜くというものだった。ところが中野が一気にスパート。カールはスピードの変化についていけない。途中から差を詰めるのが精一杯。力の差は歴然としていた。2本目、今度はカールが先行策に出た。しかし
中野はあっさりかわして圧勝した。新記録達成。100年以上に及ぶ歴史の頂点に日本の中野浩一の名が刻まれた瞬間だった。